はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル R99 です。久しぶりに、ね、変な画角からね、出てますけども、これ今回ね、番外編ですね。以前ですね、このね、こういう収納バッグで、この保冷バッグね、まあ本当に今でもね、重宝してめっちゃ便利に使っておるんですけども、こういったね、キャリーバッグとかをご紹介したと思うんですけども、この2018年の夏ぐらいにですね、まあコストコさんの方で非常に便利なバッグを出されていたんですよね。ということで今回ですね、ちょっと番外編なんですけども、キャリーバッグとしてですね、このコストコバッグをご紹介してみたいと思います。はい、このコストコのですね、まあキャリーバッグ、まあお買い物バッグなんですけどね、なんですけども、前にご紹介しましたこの保冷バッグですね、これより一回りぐらいでかい形になってまして、中はですね、完全にガバーッと開く形になってるんですね。しかもこれもちょっと、この周りにクッション的なですね、壁があるようになっていて、まあボードゲーマーにはですね、非常に便利な構造になってるんですね。試しにね、ちょっとね、ゲーム入れてみたいと思います。まず、いわゆる火炭箱サイズのこの真四角です。2つ目、3つ目、こんな形になりましてですね、いわゆる火炭箱サイズだったら3箱ぐらいがですね、バサッと入ります。で、こっちに結構まだ余力があるので、ピココとかね、こういう小さいサイズだと、綺麗に入りますね。なので真四角の大型箱が3箱ぐらいと、小箱が1個ぐらいが綺麗に入るサイズになってます。で、細かいとこ空いてるので、こういったね、小物ケースを入れることもできると思います。で、この形でピタッと閉じることができるので、キャリーできる。非常にこの、ね、本当私たちボードゲームにとってね、こう四角いかつ中に吸収的なね、ショック吸収できるが入っているっていうのが非常に大事なので、これかなり便利なんじゃないかなと思います。前のご紹介したこの保冷バッグ、これ私もめちゃくちゃ便利でいつも使ってますけども、これだとさっきのサイズで2つぐらい入れるとちょうどいっぱいになって、こっちにちょっと隙間が空いてるって形なので、この四角い系ゲームを2個ぐらい入れて、かつちょっと隙間が空きたいぐらいだったら、この保冷バッグの方がいいんですけども、まあ、3個運びたいなっていう時であれば、こっちのね、コストコのですね、このキャリーの袋がとても便利なんじゃないかなというふうに思います。もちろん当たり前ですけど、重たいです。たくさん入れればね。なんで、このままキャリーケースの方に乗せるとかですね、まあ、車で運ぶとかいろいろ手はありと思いますけども、とにかく安全でいくつか持っていきたいっていう時には、これ、3個、これがっつり入ってますからね。3個入ってまだここのとこに余裕が結構あって、横にも入って、この辺にね、シートとかコマとかいっぱい置けますからね。置けるという点では、かなりこれ優秀じゃないかと思います。コストコさんね、しょっちゅうこれバージョン変わっちゃいますんで、あくまでこれ2018年夏版だと思っていただけるんですけども、便利だと思います。以前はね、こんな四角じゃなかったんでね、2018年版でこの四角になったやつが便利だと思います。で、実はこれ、小なんですね。もう一個セットになってまして、これが大なんですね。さっきのやつだと小と大がセットで売られているようなんで、こっちはもっとでかいです。まあ、本当にガバーって入って、本当はここにね、ペットボトルとか入れるような空間もあるので、これもめちゃくちゃ入ります。試しに入れてみますけど、これは1個入って、2個入って、3個入ってね、ここ全然ガスガスでしょ？ね、アーグラとか入って、これね、4つこの四角いの入れるとちょっときついと思うんですけども、この細長いやつだったらもう一個上に入っちゃうぐらいなので、1回のキャリーバッグにこのぐらい入れても蓋が閉まる構造になっています。私ね、これ抱えても手がね届かないぐらいなんで、どのぐらい大きいか想像いただければわかると思いますけども、キャリーバッグになってます。まあこれになったらもうさすがに車で運んだ方がいいんじゃないかなって気がしますが、まあそれであっても合宿屋なんかとかでね、キャリーの方乗せるんであればこれでもいいような気がしますけども、このコストコさんのこのキャリーバッグ台と、このキャリーバッグ小ですね、こっちの方は四角い箱が3箱プラス中箱ぐらいが1個、こっちの方は四角い箱が3箱プラス中箱が2個ぐらい、さらに小箱も入るっていうね、この2つがセットで新しく販売されているんです。実はこの2つ揃ってですね、2000円切るぐらいなんですね。この辺詳しいところはコストコさんに見ていただけですけど、私2つで2000円ぐらいで買いましたんで、これはかなり優秀なんじゃないかなと思います。もちろんちょっとね、遊びに行くぐらいだったらそんなに持っていかないのであれば、以前ご紹介したこの保冷バッグね、この四角いサイズが2つ入ってもうちょっと入るっていう、もうこのサイズも非常に便利な重宝するんですけども、まあ車とかで運んだりちょっとがっつり運びたいなっていう時であれば、この兄弟のようなコストコバッグ大小もとても便利なんじゃないかなというのを思います。ね、何回も言いますけども、コストコさんね、割とね、この辺ね、バージョンアップしてどんどん変わっていく会社さんなので、2018年の夏現在に販売されているキャリーバッグというふうに思っていただければ結構だと思いますけども、コストコさんのキャリーバッグをご紹介いたしました。本当に便利なんでね、手に入るんであればね、一度試してください。ザ・ゲーム・ギャイ・チャンネルの春、99でした。
はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。